どうも、島田修平です。始まりました、島田修平のお買い運めぐり。皆さん、今回も見ていただきまして、ありがとうございます。さあ、このチャンネルね、いろんな方来てくださいましたが、今回ちょっと一番嬉しいかもしれないですね。もうとうとう、この方が降臨でございます。ご紹介いたします。すごく怪しい人です。<laughs> はい怪しい人です。<laughs> やめてよ。原宿の母、すーちゃんです。お願いいたします。 で、で、<え>あれ、本当怪しいなってなっちゃうから、ね、<laughs> 師匠に来ていただきましたありがとうございます <laughs> もうね、やっぱりね、すーちゃんに来ていただいたらですね、もう、このチャンネルね、見ていただいた皆さんっていうのは、日々ね、なんかこう、ちょっとでもこう開運したいなとか、なんか素敵な情報が欲しいなと思って、わざわざ時間を割いてね、見ていただいた皆さんですから、 やっぱりもうズバリ、まあ、激動のね今大変な世の中、2023年ですけども、今後未来に向けて幸せになるためのヒント、どのようにね、えー、生きていけばいいんだってことをねもうズバリ聞いていきたいと思うんですよ。それをねちょっとこの後じっくり話していただきますのでお願いしますね。幸せになる顔してるね。<laughs> 本当<え>大丈夫。光ってるだ。え本当。えま、ー、<は>この辺あ<が>なんか鼻の辺光ってるといいってよく言ってますよね。そう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 。うんピカピカ光ってる なんか皆さんもちょっとこの辺が光ってるように見える人はなんかちょっといいいらしいです今回あの、ね、来ていただいて嬉しいんですけども来た理由がちょっと、ね、僕もびっくりしてるんですけどもんかあるったっけあのー、まあ幸せのヒントを、ね、お伺いする前に、あのー、これはちょっとお伝えしなきゃいけないんですよね。さ、は、せ、い、ていただきますよ。 あの、占いのね、コンテンツの会社で、心にさんってあるんですけどもね、はい、この度そちらの方で、えー、原宿の母、すーちゃんがですね、新しいデジタルコンテンツスタートすることになりましたありがとうございます。はい、やった<笑><笑>それやればやるほど、ほら、<あ>サイト大丈夫ってなっちゃうからあ。あ、じゃあ、やらない。これ、の調 <laughs> もうあの、ちょっとや、もうやっちゃってますんでね。<laughs> で、これね、あの、何がいいかって言いますと、やっぱりね、原宿の母、長年原宿でね、たくさんの方、 ね、占って人を元気にしてきましたが、原宿に行かなくっても、その占いを体験できるっていうね。で、さらにね、この大変な世の中、いろんなヒントがね、もうぎっしり詰まった、本当にね、えー、もう見応え、そして読み応え、十分のですね、サイトになってます。皆さん、ぜひね、概要欄貼っておきますので、この度リニューアル、新しくスタートしましたので、チェックの方、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。まずね、そのヒントの前なんですけど、あの、未来へのね、 やっぱりこの原宿の母、すーちゃんっていう方が僕はすごく素晴らしいと思うのが、やっぱりこうね、いろんな占い師さんがいると思うんですけど、本当にあの心からいい占い師さんだなって思うんですよね。あ、それ当たっとるわ。<笑><笑>あんま自分で言わない方がいいんですよ、それ。<laughs> こんな感じで、やっぱね、話してるとね、楽しくなるし、で、この占いし終わった後、占われた方がね、絶対にこう笑顔になってて、 よし頑張ろうっていうねそういう気持ちにさせてくれるっていう明るい気持ちにしてその人の背中を押してくれるっていう占いなんですよはいなので是非ねなんかそういう部分本当にこう元気になれることを間違いないと思いますんでチェックしていただきたいなというふうに思いますお願いいたしますありがとうございます <laughs> さあじゃあねそんな話もありましたけどどうでしょうやっぱり今ね土の時代から風の時代に変わったりとか やっぱり世の中もねこの10年でだいぶ変わってきて、はい、特にこの23年っていうのはねもう当たり前のことが当たり前じゃなくなってきてっていうぐらいの僕らはね未来に向けてどのよううに生きていいいったらいいんでしょうね、はいはいはい、まずねえっ、ー、とね自由にね、うん、なんか今空を誰でも飛ぶような時代になってきてるからね。であの なんか何でもいいからいろんなことをね、えー、と天体のことでも何でもねいろん,んなことを学ぶことによってもっと人の心とかいろんなことが分かってくると思うのねみんなあの普通あのもう範囲が決まっとるじゃない、うん、人生の中でねもう,もうこんな範囲の中とかあるけどそっから飛び出して全然違うねあの お客様で宇宙の関係のお仕事されてる方もいらっしゃりして、ほいで、やっぱりなんかすごい。なんか、あの発想が面白いし、前向きなんね。うん、うん、だから、なんかね、なんか、いろんな人ととにかくね、あの、つながってください。お友達を増やしてください。<ー>うん、おと、いろんなお友達が増えることによって、自分らが経験してないことをまた経験させていただいたりとかして、ほんで、あのより本人の生き方とか、あの。も そうこうあもっとこんなこともできるんだ人,人,人の力ってすごいんだこんなこともできるんだいうこととかねそういうのがいっぱい参考になることがあるのでただ通り一遍の運勢だけよりもいろんなことを体験することによってあのもっっとこうキャパが広が広てくるのかやっぱりこうね皆さんも長年生きてきた中のね知恵とかねあ、うん、あとはまあうん ちょっと凝り固まってしまった考えってあるかもしれないんだけど一回それを取っ払って視野を広げるで今まで自分が出会ったことないような人とも出会ってみたりとか異文化異業種の交流も増やしてどん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 こう自分の見方見えるこう、ねえー、角度なんかも変えてみるってことを今やった方がいいわけですよね。いろんな人人のの話聞くととあ,のあの人は性格か いう人おるじゃないだけどあなたにとってその人が嫌いなだけで、うん、その人の違う面を見るとすごくいいとこもあるんでしょだからあの嫌いあの見たところだけで嫌いうんじゃなしにもっとこういう面があるじゃないとかいういいこところを見ることによって自分も学べてくるし新しい仲間ができるしいろんなお友達できるしいろんなことをね本当これからはねもっと広げていった方がいいと思う。う 確かにもう時代がね本当にこう変わっている中でやっぱりその自分もアップデートじゃないけどやっぱりこうね視野を広げないとね後ろから見るか表から見るか左から見るか右から見るかによってまた人の見方変わってくるからいいととこだけ見ててあげたらいいじゃんとか言ってねそうしていいところだけ見てあげると人間関係広がってくるしその人がいろんな才能を持った人とかも出会うじゃない。 で表向きでこの人この人嫌いとかねうん性格悪いとか言うてもうその人と付き合わないって言ったらもうそこで終わってしまうからうん、うん、だからねとにかくねキャパ広げてくださいああまずこれが第一条件ですね,ねそうそう,そう,そう、うん、だってやっぱりいろんなことを楽しんで好奇心を持って経験することも大事ですよね新しい体験を増やすっていう、うんうん、なんかそういうこともヒントになりそうですもんね、うんうん、そうですよねだったら待ってもっ と視野が広がが広るるしでいろんな人と、ね、あの今、ね、繋がること大事人と、土の時代からね風の時代っていうまあ見えるもの物質文明から目に見えないもの精神文明っていうことで目に見えないものというと情報とかつながりとか絆とかよくね言われてますけどまさに 人とつながるあとはいろんな見方をするっていうねうん、うん、自分の,この、ねはい、視野を広げるって情報の捉え方をね、はいはい、改めて見るってなんかそのやっぱ数の時代仕様って感じしますよね。でもすずちゃんね本当に今まで何人ぐらい、あのー、占ってきたというか相談に乗ってきたわけですか相当,相当数では思うけど。 そんな時あの必ずこうかけてあげる言葉って何かあったりするんですかあの、ね、とにかく前から笑いなさいとかいう話をしちょる。で結構怖いお客さんがおってあの、まね、あの失恋しましたね。で,で彼を、えー、と最寄りの駅で駅で待ち伏せしてますとか言うね <laughs> ずっと待ってますとか言うから。 悪いけあのあんたがもしそ,う、ね、そこを、ね、改札で待っとったら彼がものすごく怖がるよ言、ね、うね、ん、それよりもあんたが今すごい楽しいことをして、ね、習い事でも何でもいいからすごい楽しいことをしてほいでそ,れその時に彼に電話して、えー「今こんなことやってんだすごい楽しい楽しいです今までありがとね」って言ったら彼の方がまたあ ちょっと会ってみたいないう気になるからだからとにかく楽しんでとかいうふうなことをお客ささんん皆に伝えてます結果ねやっぱりこう笑って過ごして楽しむことが大事なんだよってことをね本当にこう一つ絶対信念として皆さんに伝えてるわけじゃないですか。やっっぱ大事なんですよよねねね周平君のの顔見たらあ 顔見よったらね、はい、あのなんかちょっと言うだけでもう幸せを絵に描いたような顔しちるから、本当ね、ですか？<あ> <laughs> 私忍宗も見るから、そうなんですよね、忍宗、ね、もやってて数皮術、手相とかね、ね先生術からも忍宗もやってますもんね。本当にね、顔がテカテカ光ってきてるじゃん。うんうん。これはテカってるわけじゃなくて、テカってるわけじゃなしに、で前ここの耳のこここここふういうところなんですけど、はい。 ここ、すごい光っとったんよ。すごい綺麗に光って、で、周平君に言ったことなかったっあす。ありました。ありました。光っとるって、それで、なんか嬉しいことあるよとか、言ってたら、子供ができたとか,か。確かにのタイミングでしたね。ね,、うんねうん。だから、あの、で今、修平君、ここ光ってるでしょ鼻のところ。はい。離は、ね、自分自身、自分自身で、それで。 これ鼻がしっかりしとるから気持ちがぶれないとかいう意味があるのね。ね、うんであのちゃんとここもしっかりしとるでしょ。ね、だから運勢ついてとる時っててかがてかてか光ってくるのね,うんうんね。ね、でね、で耳もここ光っとったしわけ、で今でもこうこうすっごい光っとるね。<ー>ね、だからここが光ってくるとなんかいい相手なわけですね。 あのこの「おかゆ巡り」なんですけどもあの視聴者の方がですね、うん、やっぱりこう、まあ、40代とか50代の、ねうんうん、方も多かったりするんですはい、はい、特に女性の方が、うんまあ、かなり多いんですけどもうん、うん、そんな方たちに向けて何かメッセージありますかねとにかくねえー、っとねお友達作ってくださいお,お年寄りになると引きこもったりとか一人でいることが多くなるからそうすると あのますます萎縮してきたりとかね、うん、もうなかなか出るのが面倒くさくなってきたりするから余計に置いていくねそれよりもいろんな人と出会うこととかね、うん、特にねあの あの若い世代の人と出会ったりとかそれで同じ年でもいいんですけどあのとにかく出かけていくとかね、うん、そういうことをやっていくとその人自体が生き生きしてくると思うん、ねうんうん、生き生きしてくるいうことは自分で前向きになるからまた明日も会いたいとかね、うんうん、みんなで遊ぼうとかね、うん、そういうふうになってくるとますますその人が輝いてくるじゃないと思うね。 魅力的になってきますよね。魅力的な人にね、人や運も集まってくると思いますしね。まずは自分自身が生き生きと楽しく生きて、そして自分をご機嫌にさせてっていうことが、結果自分に幸せが集まってくるってことにつながるわけですよね。 の顔を見てくださいいや僕の顔すごい好きですねほんとに光ってるうんほら嬉しい毎回こうやってね勇気と元気をもらうんですけどもねだってこうほんと見てこれこれここ光ってるらしいんか母には見えるんですいつもねすーちゃんには言ってくれるんですけどもねじゃ終わりました最後ちなみに最後にちょっとお聞きしたいです急にちょっと下世話な質問で申し訳ないんですけども金運を上げる一番の方法 これはズバリ何だと思いますか。眉毛をねここ描く。へえ。そんなことでいいんですね。ここ金運邪見ここ。眉尻ってこと。ここここ金運。ちょっとま前行きましょう。サリマン。えどこ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 。ここここの眉毛のここね。これ眉尻って言います。そうそうそうここここ金運ないの。へえ。だからここここちゃんと前出るでしょ。周平君。はい。ここね皆さん触ってこない。 ね、これでこれ金運なんです。はい。キングイーストここここ高いです。ガンガン押してきます。これ。ちょっとあとつくんじゃないかとい。いやいやここ金運です。はい。じゃあここを眉のメイクとかするときはしっかりとこう眉尻を長くするってこと。そうそうここね。太くするってこと。長くするってこと。ちょっと太くも長くもちょっとしていったら。ああ。なるちょっとごめんなさいこの体勢がもう限界なですけど。あごめんごめんなるほど皆さん眉尻ですよ。ここちょっともう書き。 もう書きたいぐらいですね、うん、今ね。そうそう。うん。俺。ここねここしっかりと書くわけね。はい。うわさすが人宗にもね精通しているスーちゃんならではの。うわ意外とそんなことでいいんだと思って。それも皆さんすぐできますからね。やっていただきたいと思います。いや面白い。やっぱ面白いですね。うん、はい。<laughs> ぜひ皆さんですね。面白、はい五十、はいはい、円 <laughs> な。なんでなんで五十円って。こ <laughs> っ払うの。うおかしいだろう本当に。 どんな仕様なんだよ、ね。<laughs> <laughs> さあ皆さんまあねこういったことがあるかわかりませんけどもね本当に皆さんが幸せなどでヒントたくさんあると思います、えー、この度ですねまた原宿の母すーちゃん新しいデジタルコンテンツが始まりました概要欄貼っておきますのでぜひぜひチェックの方よろしくお願いしますよろしくお願いしますというわけでお開運めぐりスペシャルゲスト原宿の母すーちゃんでしたありがとうございました、はい、やほ <laughs> <laughs>